残っていたおそらく初めてではないでしょうか。相手はサウナ、長年関西の政治的に踏みつけたこの男、さあ、まさに行くぞ。まあ、ある声さあ、入るでしょうか。さあ、これは聞いてどうなんやるのか。さあ、キャラクターはこれで殺しでしょうか。お互いメインキャラの新宿で勝つということになりました。さあ、キャラクターはソニック対スネーク。一回ではスネーク有利でやってもらうんですが、またこのコニファーを苦手にしてしまったモトニック、何をするかわからない。しかし対するサウナ、あ、でも別のスネークではない。さあ、投げから即殺できた頃、もう何回使ってもわからなくなってます。さあ、ソニック対スネークではこのシッパー、昔は彦さんのこれに戦われてますが、テーマだったら長くやったの。おしっこちゃうけど、今度おしっこちゃうけど、危ないね、一緒に食ってみるけど、うまいよ。 Wi-Fi のコメントおしっこやった。さあ、スクーターの大きな独特、うまい。おっと、すごい、バンドもできたら倍しながらこうやって、なるほど、かわしてもらえます。すごい、トリック、全然バンドの最後に使えた。うまい。総裁が近くまでいる。総裁に近くマードコンでこれポイントです。実はメイクオンなんですよ。
してるから、はい、あまりに全然動いてくれない。あーまだ動いてくる、寄ってくるよ、動いてる、回復したばかりのまだ動いてません。まあ、マコに来るつもりですが、もう寄ってくるのは何かを確認してくれ。でもサウナはエクスパートになって、あっちまうサウナ持ってきた。僕隣はマサシャーズ、あっよかったよ、うまい、あとダメになる。さあ、ユーザーの167シーンが交代もらえた歩きなんで、ボーカーマイス最初から50なんで、バッターを使う強いマイスだから、これ見なきゃ。いやー、このゲームは発売3年と半年以上経ったから、まだまだ終わりがちなので、最初から対決されてるのがやっぱり面白いですね。さらに、全然いけるからちょっと分かんないですが、あとこれは大丈夫か。右側の使いが決まってたら、入れていました。さあ、キーワードに状況だ。まだ分からないぞ。いいよ、いいぞ。そろそろ回復的にサウザが決めにかかるか。さあ、見えじゃなかった。もっと奥が深くていいから、あった。さあ、スピードが強い。かなり遠くが。さあ、サウザーの戦略前進。さあ、ちょっと大きな感じになったら、サウザー戦まで勝てるのか。